はい、レオンです。今回はね、アマゾンの方で購入したばっかりの IO データのこの DVD 見れるから、この CD レコミュージックアプリで、この今回もこの AKB48 ベストアルバムのサムネイル取り込んで、CD 作成の方をちょっとやってみようかなと思ってます。今回もピョーコとマユの参加でね、あと iPhone8で、なので、ね、CD 音質でやるんで、CD に焼くんでね。で、これ DVD マイナス R ですね。2枚持ってきてるんですけど、空のやつですね。CD、まずね、2枚焼くんですけど、1枚は CD レコアプリミュージックで取り込んだ曲で、もう一枚は、すでに PC から iTunes で取り込んだ曲。あれはね、音質はね、320kbps だったと思うんだけど、まあ、あれも CD に焼くんでる、そのまま。これちょっと入れるので、こうやって、まず CD 音質にするから、さっきサムネイル取り込んだんだけど、このベストアルバムもう一旦削除したので、 CD、Wi-Fi、 データベース問い合わせ中、サムネイル、ジャケット情報も入手。早いっすよ。で、音質ですね、こちらですね。これさっきは高音質 AAC320kbps だったんだけど、スマホとかタブレットに入れる場合はこれぐらいでいいんだけど、CD に、今回のみたいに CD 作成するときは、この CD 音質フラッグ選ばないといけないですね。音質がいいんで一番。これで、ちょっと取り込むんで、これ一旦取り込まなくても、すでに取り込んだやつをそのまま CD に入れてできるのかな。まあ、これはまた次に試してみるんだけど、これはちょっと時間かかると思いますよ。今11時4分なんで、6分ぐらいは多分かかるんじゃないかなと思うんだけど、あ、でも早いな。だいたい4分ぐらいで終わるんだけど、320kbps と256kbps でだいたい4分ぐらいだったんで、これだったらどうなのな。 CD 音質なんで、一番最高音質なんで早いね。でもこれね、モバイルバッテリーがあったらね、例えばTSUTAYAとか行って CD レンタルして、車の中でモバイルバッテリーで電源取ってCD 取り込んですぐ返すっていうパターンもありますよね。だから料金もなんかTSUTAYA は2泊3日とかの1週間とかいろいろあるんだけど、当日とかもあるんだけど、新作とかだったら当日か1泊2日とかぐらいじゃないですか、選べるのは。1週間って多分できなかったと思うんだけど、だ当日だったら値段安いから、だからモバイルバッテリーで電源取って車の中でこれ取り込んですぐ返せばいいからね。そういった新作借りるときとか得っすね。そういう点では特に便利だと思いますよ。効果を発揮すると思うんで。でも2回 やらないといけないしね。CD に取り込む、CD に焼くときにはこの今回みたいな最高音質にして取り込んで、で CD 焼いて、で一旦消して、で次に音質を少し下げて、スマホとかタブレットに取り込んでから TSUTAYA とかにで CD を返却っていう感じになりますよね。もう7曲いってみますよ。4分からスタートか、2分でもうこんだけ進んでるから早いな。俺、このサムネイルはもう CD 焼いてるんだけど、車の中に一応入れてるんだけどね。一応 AKB の
関連の曲はもう大体 CD に焼いてるからね。で、もう一曲は別の AKB 以外のアーティストの入れようかなと思って、焼こうかなと思ってるんですけど。だからあんまり、前はいろんな歌手のアルバムなんかも入れてたんだけど、ちょっと、ストレージの関係でちょっと容量が足りなくなるから、消したんですよ。だから AKB、ほとんど AKB48 ばっかりですね。AKB48、乃木坂関連ですかね。このスマホに入れてるのは。早いな。まだ3分しか経たないんだけど。これあんまり時間変わらないね。音質上げても。うん。まだ3分しか経たないからさ。めっちゃ早いよ。これパソコンより多分早くないか、もしかしたら。まだ3分しか経たないからね。4分からスタートして、今7分なんで、3分しか経たないっすよ。めっちゃ早いよ。うん。とっても早いよ。で、今度 CD に焼くから、これ連続に取り込む場合は、こうやって表示され、そのために表示されてると思うんで、次にね、この CD 作成っていうのをちょっと選ぶんで、書き込みに曲を CD 作成。これちょっと生の CD、ちょっと入れるんで、これ三菱製ですね。これちょっと入れるんで、読み込みとやって、どのぐらいでできるかだな。CD 作成。書き込む曲が追加されていませんって書いてますね。あ、なるほどな。書き込みに曲を追加しないといけないのか。あ、なるほど。AKB48。あ。サムネイルタイプ A。これじゃないな。これ62分っていうのはこれ、iTunes で取り込んだやつだな。これっすね。全曲を追加。6306。ちょっと確認してみようかな。ちょっとアルバム。これ、でしょ ?63分06。これっすね。難しくないね。あ、これだね。AKB48。サムネイル。これは違うんですよ。下のですね。6306。合計時間63分06。これを全曲追加。ん?いくつかの曲はすでに書き込みリストに追加されています。って感じです。戻る。OK ですかね。あ、OK だ。追加されてる。一応確認して、初めてやるから、これですね。音量正規化。あとはいいっすね、設定。これですね。CD 作成。どのぐらいできるか。今10分ちょうどなんで、めっちゃ早いわ。これ CD より早いぜ。絶対。全然、めっちゃ早いっすよ、もう。もう8曲、9曲目いってますよ。10曲。あと4曲で終わり。え?こんなに早いの?すごいな。これ1分かからないんじゃない?もしかしたら。もう終わりっすよ。あ、まだか。なんだこれ。読み込み中。今1分。書き込み、これ1分もかからなかったよ。読み込みやってるんだ、今。終わりっすかね?もしかして。メディアに書き込む準備ができ、あ、まだか。書き込み中はキャンセルできません。書き込みを開始しますか。
書き込み中は他のアプリを使用できません。通話などを行うと書き込みに失敗する場合がありますのでご注意ください。あ、今から焼くんだ。あ、今から焼くのか。11分。あんなに早いわけがないよね。あ、一旦書き込み用に読み込むんだ。今読み、書き込み中って書いてますね、今。11分。これ、書き込んだ、焼いた CD、こう再生できるのかな？11分からだから、何分ぐらいかな？書き込みはちょっと時間かかるのかな、やっぱり。今、まだ1分しか経たないでしょ？ 6.7%。 5分ぐらいかかるのかな？ちょっとわからない。もう今 10% ですね。これはいいよ。このだからの焼くのは、スマホに取り、スマホとかタブレットに CD を取り込むのはバッファローも できるんだけど、あの今回みたいにこの CD 作成はバッファローはできないんですよ。だから値段も安いんですけど、いずれ多分出るのか分からんけど、 IO データはだからこれ CD 作成もできるから、 CD に焼くこともできるから、これ強みなんでね、絶対値段ちょっとバッファローより高くてもこれこっちが多いと思うんだけど、 CD 焼かないでスマホでしか聞かないっていう人だったら別にいいと思うんだけど、車とかで聞きたいっていう場合は CD も焼いた方がいいと思うんだけど、でも最近ね、デッキ、俺がこの前紹介した最近のカーデッキもね、スマホ対応、Bluetooth とか対応になってるから、CD がないタイプとかもあるんですよ。CD レスもあるんで、CD 入れないでやるやつとかもあるんですよ。スマホだけで、あの、無線でやるやつ、Bluetooth で音楽流すやつとかもあるので、CD いらないっていう人はバッファローを選ぶと思うんですよ。で、スマホとかタブレットに CD 取り込みで、あと CD 作成もやりたいっていう人だったら、いろんなことできる方がいいっていう人だったら、値段高くてもね、それだったら IO データがおすすめなんで、この、だから人それぞれ、あの、使い用途によって選ばれた方がいいと思うんで、自分はいろんなのできた方がいいと思うん で、こういった YouTube にもいろいろ上げられるんでね、それで買ったんですけど、最初だからバッファローを選ぶつもりだったんだけど、買うつもりだったんだけど、やっぱりいろいろ調べたら、やっぱり、あ、CD 作成できないんだ、バッファローということで、こっちに、IO データにしたんですけど、今 61% ですね。まだ3分ぐらいしか経たないけど、もうこんなに進んでるんでね、早いね。これ、パソコンより多分早いんじゃないかな、もしかしたら。パソコンも早いけどね。70%。今4分経過してますね。早いな、とっても。今はだからさ、今、このミュージックは DVD 見れるから、この CD レコミュージックアプリで取り込んだ今、このサムネイル、アルバムの曲、今 CD に焼いてるんだけど、次は、さっきも言ったように、前にパソコンから iTunes で取り込んだ曲も、これ一緒に、この CD レコミュージックに一緒になってるから、その iTunes でパソコンからの iTunes で取り込んだアルバムの曲を今度焼けるかっていうのをちょっと検証を兼ねてやるんで、今完了処理をしていますってなってますね。5分ぐらいですかね。あ、終わりですね。最後取り出すと思うんで、自動取り出しになると思うんで、5分ですね。早いですね。書き込みが完了しました。続けて別のメディアに書き込みますか。はい、にしようかな。次これ CD を
同じやつを焼こうとしてるのかな、それともちょっとキャンセルにしようか。これ多分同じ曲焼くということになるんじゃないですかね。クリア。今度はね、今どれやったんだろう。今のこれなのかな。これ今焼いたやつなのかな。あ、これ今焼いたやつか、多分。これ多分今焼いたやつだ、これ。これ、CD は再生多分できないのかな。あくまでもこれ、CD に、CD レコ、ミュージックで、取り込んだ曲だけしか再生できないんですかね。16分。 CD 作成ちょっとやれんか。書き込みに松は入れてみようか。これはね、あの iTunes で取り込んだやつですね。アルバム松浦や、松浦やちょっと入れてみるか。全曲 OK。 これですね、 CD 作成 CD。 これは早いと思いますよ。これ書き込み準備中ですね。まあこれから測ってして、あ、さっきの6分ぐらいですかね。書き込みが5分で、この書き込み準備が準備中ってやつが1分ぐらいだったから6分ぐらいですかね。これは音質も MP3 なんで早いと思いますよ。データの1曲あたりのデータの容量がこっちです低いから。これは16曲入ってますね。これ松浦の綾のベストアルバムなんですけどね。あやもとっても好きだったから。今7曲目を18分からスタートしたのかな。ちょっと時間かかりますね。読み込みは、あれだな、再生は多分 CD 焼いたやつ再生多分できないのかな。ちょっと IO データの方でちょっと調べたんだけど、ちょっとそれらしきものが、記事が載ってなかった、説明がなかったからね、多分あできるのかな。今2分ぐらい経過してますね。これちょっと時間かかるね。あと1曲ですね。書き込み準備中はあと1曲で準備終わりますね。15曲目、あと1曲です。これで一応書き込み準備中は終了するんだけど、これが終わったら書き込みに入るんで、今書き込みですね。今から読み込み中ですね。書き込み準備中から読み込み中で、それから CD 作成に入るんですね。いいね。今3分経過してますね。これちょっと時間かかるな。あ、今から CD 作成ですね。
メディアに書き込み準備ができました。書き込み、いや、さっき読んだよ。はい、書き込み今。今から書き、まあ、書き込みスタートですね。書き込み準備中がちょっと時間かかりましたね。その次の読み込み中っていうのは大変だけど、これも CD を焼いてるんですよね。松浦屋のやつも車に入れてるんですよ。松浦の家めっちゃホリデーとか、まあ、ラブ涙色好きなんですけどね、とかいるドキドキラブメールとか、グッバイ夏とか、あの I know っていう曲があるんですけど、あれもういい曲ですよ。いい曲いっぱいあるけどね。9分、あ、10% ですかね。ちょっとこれ時間かかるね。さっきの JKB48 のサムネイルよりは。IO データ の、 あの iPhone の動画、これ DVD 見れるとの連携の動画、結構撮ってますね。Fire HD10 撮るつもりだったんだけど、ちょっとこう CD 作成もやりたいなと思って急遽撮ってるんですけど、これ撮り終えたら、ようやく Fire HD10 のDVD 見れるアプリ入れて、あ、Wi-Fi 設定やって、Wi-Fi 設定と DVD 見れる一緒にしようかな。で、それから Fire HD8 もやらないといけないし、で、Fire 7 も。あと10本近くは取らないといけないかな。6本か7本ぐらいですかね。めっちゃ撮ってるからね。今 31% ですね。5分経過してますね。これちょっと時間かかるの、どうしてだろうな。音質はこっち、ちょっと低いのに、データ量そんだけ低いと思うけどな。これ CD 音源で取り込んでるのかな。iTunes、あれかな、これ、さっきのサムネイル早かったから、CD 音質でも、最高音質でも早かったから、CD デコミュージックで取り込んだやつは早いのかな。で、PC から iTunes で取り込んだ曲はちょっと時間かかるとか、そういう関係なのかわからないけど、アクションカメラも本当久しぶりにね、昨日から使ってるんだけどね、大活躍してますよ。これもう23分になるな。だからこれ UQ モバイルのね、iPhone8 の紹介から撮って、で、UQ モバイルの SIM の差し替えとかそういったの撮って、で、JBL の、あれ、なん、スピーカーの名前忘れたんだけど、JBL のあのスピーカー、フィリップ5だったかな、あれのサウンドテストとかでこれ使ったんですけど、あれ以来ですからね、もう1年ぐらい、1年以上使ってなかったんじゃないかな。今 74%、75% ですね。今、7分経過ですね。これはちょっと時間かかるな。でも、許容範囲なんで、PC に焼くときもこのぐらいは時間かかるから。いいね、でもこれ。だレンタルとか、であのサブスク、今、配信で曲取り込んでる人なんか多いみたいだけど、あのジャニーズなんか好きな女性なんかがね、King&Princess とか、Snowman とか、いろいろありますよね。ジャニーズ多いっすよね、最近ね。平成ジャンプとか、あのサブスクにない曲とかもあるんで、あれの場合は CD、アルバム買って、でサブスクでも取り入れてって、結構金かかるみたいなんだけど、レンタルで借りて、
取り込むっていう方法だったら安くで上がると思うんだけど、これ終わりましたね。で、いいえ、8分ぐらいかかってますね。約8分、7分か分からんけど、これ音楽聴けるのかな。あの両方あの CD レコミュージックでアプリで取り込んだアルバムの曲も iTunes で取り込んだ曲も CD 作成が可能っていうことで、これちょっと最後の CD ちょっと焼いたやつちょっと入れて再生できるのかな。クリア、これ CD っていうのはこう CD 作成だからね。 CD をセットしてください。あ、 CD 再生できるわ。あ、これね、CD 取り込みの画面がありますけど、右はね、取り込むの開始は取り込みなんだけど、CD 再生ありますね、左に。あ、できるできる。これ。今、ボリュームオフにしてるから、あ、できるできる。これ便利だよ、とっても。CD プレイヤーももちろんできるよ。歌詞の表示できますね。ただあのアルバムの情報とかはちょっとできないのかな。こうやって曲の飛ばし365日、君はメロディー、翼はいらない、ラブトリップ、幸せを分けます、できるね。ハイテンション、あの日の自分、月中、これシャッフルとかの焼いた CD 再生の場合はできないですね。ただ歌詞表示はできますね。あの、ジャケットの表示もあるし、ジャケットなんか情報を取得してましたね。コイントス、ひび割れた鏡、早待ち。これまた戻りますね。これいいね。で、さっきの松浦屋のもちょっと、松浦屋のもやつも、ちょっと、再生やって終わりましょうかね。これいいな。今気づいたんですよ。今わかりましたよ。あの CD 再生できるっていうの。これ焼いた CD ね、再生する前にジャケット情報を取得してましたね。なんかタイトルを選択してくださいみたいな。ね、データベース問い合わせ中ってなるんですよ。松上ベストワン。これですね。データベースと、今出た。桃色片思い。あ、これだ。あ、言えちゃった。曲情報の更新中っていうのが今、100% なった。あ、CD 再生押してなかったわ。あ、これいいね。これとっても使えるぜ、これ。いくよ、ワン、ツー、スリーって。桃色片思い。イエイ、めっちゃホリデー。ラブ、涙色。これ、松浦屋のジャケット、これ、松浦屋がちょっと大人になったからですね。30ぐらい、20代後半ぐらいかな。100回のキス。ドッキードッキラブメン、渡らせ橋、愛の、これ、笑顔に涙、Thank you, dear my friends, ヒヤシンス、グッバイ夏を、トロピカール恋してる、ナビが壊れた王子様、ラブ、チャンス、草原の人、可能性の道、松浦屋のね、デビュー曲はね、このドッキ、7曲目のこのドッキドキラブメールですね。これはデビュー曲なんで。OK だね。はい、以上にしたいと思います。今回長丁場になったんだけど、この
この DVD 見れるから、この CD レコミュージック使って、この AKB48 のこのベストアルバムサムネイルと、この松浦屋のあの iTunes で、パソコンから iTunes で取り込んだこの松浦屋のベストアルバムをCD に焼いて、で両方 CD、 焼いた CD を CD、 この CD レコミュージックアプリで再生の方もできました。はい、あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。次 FireHD10 ちょっとやるんでね、 DVD 見れる。はい、失礼します。